はいどうも、鈴木さんの岩野です。小原です。今日は小原さん来てもらったんですけども、というよりかは呼び出されたんですけども。そうですね。最近ね、結構私が提案のロープレ動画っていうのを立て続けに出してて、はい、それによってやっぱり提案の内容を知ったお客様が結構問い合わせしてきてくれてますと、はい、それを見て小原さんがなんで僕誘ってくれないんですかみたいなことを言われて、本筋なんで僕の俺の提案を見てくれっていう、はい、というような動画になりますので、早速ですが提案ロープレをしていきたいと思います。というわけで、普段もそうなんですけども、ある程度クライアントさんはどういう方で、はい、どういう悩みを抱えててっていうのは箇条書きで私もらってますと、はい、これから私がそのクライアントになりきって、うん、実際に小原さんがやった商談っていうのをトレースしてもらって、はい、それに対して僕がランダムで質問をしていくみたいな感じの流れにします、うん、はい、なので結構リアルな商談の姿っていうのが垣間見えるかなと思いますので、これを参考にちょっと話聞いてみたいなと思った方はぜひ問い合わせくださいというふうな形になりますと、はい、早速ですがお願いします、はい。前提として私が今日はカリトル君のご提案をさせていただこうかなと思ってますと、岩尾さんがなりきる企業のイメージで言うと、地方の人材派遣を行っている会社さんですと。人材派遣の派遣する場所が物流倉庫に人材派遣をしていくっていうところの事業をやられている会社さん。今社内で営業のメンバーが少なくて、商談対応だったりとかデリバリーのリソースはあるんだけども、物流倉庫にアポイントを取るっていうところの人材がなかなかいないというところで、そこをアウトソースを考えていると。今複数社相密をしているっていう状態で今回お問い合わせをいただいているという前提で説明させていただけたらなと思ってます。まず今回お問い合わせいただきましてありがとうございます、はい、前提の確認なんですけど、今御社の中ではアウトバウンドのセールスっていうのはインターン生だったりとかお使いながら少し動かしているというところはあるかなと思うんですけども、はい、デリバリーの方が忙しくなってしまって今回外注をご検討されていると理解なんですか、合ってますでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。手法がアウトバウンドの施策ってフォーム営業だったりとかメール営業とかテレアポだったりとかって、あと手紙ですね、4つから5つぐらいあるんですけど、今動かされている施策っていうところで言うとテレアポだけになりますか。そうですね、うん、今相密している先も、はい、テレアポの業者さんになります。うん、かしこまりました、ありがとうございます。テレアポの業者さんだけを今聞いている理由って何かあったりしますか。特に考えてなくて、うん、現状社内の人間でテレアポを動かしてるんですけども、はい、一部アポにつながってるものもあったりするので、うん、これってそんなに悪くはない施策なのかなとか思って、はい、ちょっとその辺は厳密には考えられてません。かしこまりました、ありがとうございます、はい、なので、まあ、とりあえずアウトバンドの営業で一番最初にコネクションを持つのが早いのはテレアポかなみたいなところで一旦営業代行テレアポみたいな感じでお調べいただいてるって感じですかね。そうですね、ありがとうございます。今業者さん2、3社聞かれてるのかなと思うんですけど、そこの業者選定の軸、価格なのか人材派遣に強いとかそういうところなのか、テレアポの成果報酬でやってくれる会社さんなのかみたいなところで、なんか業者選定の軸って決めて今見積もりとか取られてますか。そうですね、できれば我々もちょっと業者さんに発注するのが初めてなので、はい、できるだけリスク少ない形でやりたいっていう意味で言うと、はい、成果報酬っていうところも結構魅力だなと思ってるのが一つですかね、うん、はい、2つ目がやっぱり前提の今まで外注したことがないっていうのにつながるんですけども、はい、やっぱ品質のところをちゃんと事前に見せてくれるみたいなところは選定の軸としてあるって感じです、うん、かしこまりました、ありがとうございます。じゃあ今からお話し進めさせていただけたらなと思うんですけど、 2,3 社今相見されてるってところで、なんか営業代行とはとかテレアポとはみたいな話、どの会社も同じ内容聞くのあれかなと思うので、うん、今日特にこの話不要だよみたいなところがあれば事前にお伺いできたらなと思うんですけど、そのあたりってあったりしますか。まだ2社目とかなので話を聞くのが、はい、ちょっと全体像も含めてお話しいただけると嬉しいです、はい、承知しました。じゃあ本日なんですけど、サービス名としてカリトル君っていうものをご提案させていただきたいなと思ってまして、うん、まず前提なんですけど、うちはテレアポもできるんですけど、まだ今御社の状態ってとりあえずテレアポを走らせて割とアポイントが取れた状態だからテレアポって選択を取られているのかなと思うんですが、うん、おそらくまだフォームとかメールとかいきなり企業に突撃する飛び込みとか手紙実策は検証されていないで、とりあえずテレアポっていう考えが取られているかなと、まずそれお間違いないですよ、はい、なのでテレアポが最適な施策、一番 CPA が安く商談獲得できる施策だと言い切るのはまだスモールサンプルすぎるかなと思うんですよね。うちのこのカリトル君では、まあ、月10万円からできるんですけど、この5つの施策を全てできますよっていうサービスを今回ご提案していきたいなと思ってますと、うん、なぜこのサービスがいいのかというとですね、結論電話営業で CPA が悪くなった時にすぐ当月からでもいいんですけどフォームとか他の施策に転換ができるんですね、うん、それをテレアポの会社さんだけに発注をしてしまうと電話営業の CPA が悪くなった時に別の会社さんに問い合わせる必要が出てくると、その時は商材だったりとかのオンボーディングに時間がかかったりとか、うん、
費用がかさんでしまうみたいな、うん、コストと工数が膨らんでしまうっていうデメリットを私たちの方は解決できるとサービスを今回ご提案していきたいなと思うんですけど、例えばフォームは自社でできるとかメールは自社でやってるみたいなことってあったりしますかね。多分フォーム、メールに関してはできるんじゃないかなっていうふうにうっすら思ってるんですけど、うん、具体的な工程はまだよく分かってないって感じです、うん、ありがとうございます。でちょっと後ほどそこの詳細をお話してきたらなと思うんですが、今日は私たちの施策としては5つのこの手法を全部できますよっていうのが他のまずテレアポ会社との違いかなと思ってます。私たちの実際の体制みたいなところで言うと、ご発注いただいたら1人ディレクターがつくんですね、うん、その下にテレアポやる人間、フォームやる人間みたいな形でご施策を回す人間がいるんですけども、そのディレクターっていうのを今回物流倉庫にめっちゃ強いっていう方はもちろんアサインできないんですけど、人材派遣とか人材領域に知見があるディレクターを置けるっていうのが強みになってますと、うん、これは他の営業代行会社となかなかできないかなと思っていて、それはなぜかというとモデルがほとんど正社員の方のモデルだったりとかするので、人材派遣の1案件2案件こなしたことがあるよっていう人材の方のアサインは可能かなと思うんですが、うん、うちの場合フリーランスで構成していますので、もともと人材領域の会社でバリバリ営業やっていたみたいな人間を今回お申し込みいただいたらアサインできるかなと思ってます。なのでここが他の会社とそもそものモデルの違いでご提供できるメリットの一つ目かなと思ってますと。今あいみつされている中でなんかそういうお話だったりしましたか。業界の話とかはそんなにないって感じなんですけど、やっぱり遅延者数みたいなのは結構大きな会社さんには検討しているっていう感じではあります、うんうん、ありがとうございます、はい、私たちの累計の遅延者数でいうと、これカリトル君自体がリリースして今1ヶ月半で導入者数70社っていう形なんですけど、それ以前に私含めて今のメンバーちってもともと営業代行をずっとやっていたので、累計のこの70社含めても多分400社くらいは一つの営業メール文明を作るとかの関わり方ですけども、営業戦略ってところを見てきたので、成功するケースはもちろんそうなんですけど、失敗するケースのデータを持っているっていうのは結構私たちとしては強みかなと思ってまして、このメール文章を送ったら反応率が悪いだったりとか、このリストの選定方法だとアポイント獲得率が悪くなるみたいなデータ、あと施策ごとのデータですねが持ってるっていうのがうちの強みかなと思ってますという感じです。まずこの5つの施策あるんですけど、スタートするのであればフォームかテレアポからスタートしていくのが物流倉庫様向けの人材派遣がいいかなと思ってますと。テレアポで気にされる点とかってあります？誰がやるかみたいなところはちょっと気にかかるなみたいな感じですね、うん、ありがとうございます、はい、そこも私たちコール担当が定例ミーティング出させていただいて、実際の所管だったりとかご報告も可能っていうのが一つありますっていうところと、特に成果報酬とかそうなんですけど、リストあったりとかが別で購入する必要があったりとかするのが結構業界の課題としてはあったりするんですけど、うちの場合はスクリプトと営業リストも全部キックオフミーティングだったりとかでご覧いただきながら御社にデータが溜まる形でご提供可能ですというところと、トークの録音も全部取れてるんですよ。これのご共有が可能っていうのをうちの強みかなと思ってまして、このデータってアポが取れたその録音を聞いていただいて、御社としてこう貯めていただいて、新しいインターン生が入ってきたらうちのこのプロフェッショナルが電話した録音を聞いていただいて育成に使っていただいてもいいかなと思いますし、逆に断られたやつだったりとかを聞いていただいて、ちょっとトークの実際のブラッシュアップっていうのを現場の音声を聞けるっていうのもうちの強みかなと思ってるという形になってます。それはあんまり今のところ調べててもそんなに出てこなかったですね。それは僕も営業代行業界でなぜこれができないのかっていうので追加させていただいたソリューションであります、まずテレアポからかなと思うのと、あとは問い合わせフォーム営業ですね。これが企業のホームページにお問い合わせフォーム欄があるので、そこに営業文書を投げ込んでいくと。これがリスクがですね、ロボットの AI でやってる会社さんとかだと御社にあるか分かんないんですけど、営業お断りって書いてあるやつあるじゃないですか。あそこに営業メール送ったらクレーム来るんですよ。よくアウトバンド営業でディスブランディングになるんじゃないかみたいな懸念をされているっていうところを、うちは人が一件一件送ってるので、営業お断りってところを送らずに送付できるっていうところも強みになってます。飛び込みはおそらくやらなくていいかなと思うんですけど、最近結構主流なのが手紙営業ですね。手紙に関しては割と私たち営業リストに対して人物情報を添えるんですよ。なので決済権者の人物に対して手紙を送る、そこに対して先日送ったんですけどという形で電話営業する、その掛け合わせみたいなところも私たちこの5つの施策ができるところの強みかなと思ってますので、そこを掛け合わせるみたいなところがいいかなと思ってます、うん、結論、物流倉庫に人材派遣をする場合はまず広く面を取るっていう意味で言うと電話とフォーム営業を動かしますと。どうしてもここを抑えたいんだよねとか、ここの企業とコネクション持ちたいよねっていうのが10社か20社多分あると思うんで、そこは月2回の定例ミーティングでちょっとここ落としたいんですよって言っていただけたら、そこに手紙と電話をするとか、そういうところで絶対取りたい企業と幅広く商談数を増やしていくって施策を掛け合わせてやっていくのがいいのかなと思ってるっていう形で、それを相見されてる会社さんでやろうと思ったら、同時に手紙、フォーム、電話の3社に発注しなきゃいけない。全部で初期費用10万10万10万と初期費用だけは30万いくんですよ。なのでうちにご発注いただけたら、そこのコストもかつ工数も抑えられるっていうのがサービスの全体化になるっていう。ここまでがご質問ありますか。さっきのテレアポに限った話でいうと、はい、初期費用を抑えられるでいうと成果報酬の会社に頼んでも、はい、そこって成果に対してお金を払うんで、はい、優位性にはならないのかなって思ったんですけど、うん、その優位性ってどこにあるんですか。ありがとうございます。こちらもですねご相談結構多いので、うん、資料にまとめておりまして、もちろん成果報酬もフェーズによってはめちゃくちゃいいと思ってますと、うんうん、まず最初で言うとリスクが少なく、とりあえず上がってきた
アポに対してお金を払えばいいので成果報酬になりたいという気持ちもよく分かるんですけども、うん、まだこのアウトバウンドでテレアポでスモールサンプルの中成果報酬で発注をしてしまうと取れるタイミングみたいなところはもちろん営業代行会社動いていただける可能性あるんですけど、そこに対してもし取れなくなった場合は取れる案件に人的リソースを投資するので一気に動かなくなる可能性があるというのが一つと、一緒に検証してくれない、検証した結果得するのがテレアポ会社だけっていうのがめちゃくちゃ不健全な取引関係になるかなと思ってまして、事業っていうのは何かの数値が良くなったら全部良くなるみたいなところが理想形だと思って、でテレアポで言うとアポイント獲得率が 1% から 3% になったと、そしたら成果報酬の金額が2万円から1万円になるってことはないわけですよ。とりあえずテレアポ会社がめちゃアポが取れるようになりましたってだけなんですね、うん、ただ重量課金の場合できちんと検証を終えてこのパーセント取れるよねって分かったタイミングでやると10万円で5アポ取れてたのが10アポになったら CPA が安くなりますよねと、なのでお互いハッピーみたいな関係値が作れるというのが重量課金のいいところです。テレアポでいいって言ったフェーズは検証しきった後にだいたいこれぐらいのコールしてこれぐらいのアポが取れるって分かった段階で成果報酬の方に切り替えるみたいなところは確かに資金の計算もしやすいですし発注方法としてはいいのかなと思ってるという感じなので、フェーズがもうちょっと後なんじゃないかなと思ってるんですけどいかがですか。とはいえアポの質をうまいことコントロールするみたいな方法とかってないんですか、成果報酬で。そうです、これはちょっと関係ない話かもしれないですけど、うん、はい、結論発注者側に立った時ですね、うん、私が御社だった場合は、うん、アポの条件をめちゃくちゃ厳しくすればいけます、うん、例えば商談時間を1時間設定する、うん、事前のバント情報をしっかりヒアリングしたもののアポイントだけを提供する、ただそれで動いてくれる価値はないと思います、うん、そうですよね、やる気がなくなるっていう話ですね。そうですね、理解しました。あとは最後なんですけどテレアポだったりとか含めてアウトバウンドってリストの選定方法が大切になってくるんですけど、うん、ほとんどの営業代行会社さんって自社のデータベース持ってますとか、うん、データベースから抽出できますってところが多いと思うんですけど、うち結論はそれもできるんですが部署の直通の電話番号だったりとかあとは人物情報を例えばウォンテッドリーとかリンクドインから手動で拾ってくるってことができるんですね、うん、物流倉庫の代表番号にかけたら受付のお姉さんが出るわけですよ。そこに人材派遣の営業しても意味ないわけですよね、うん、物流倉庫の会社の人事部に直通でかけたらいきなり人事の方が出るので人材派遣の話がしやすくなるっていう形なんですよ。なので100件電話したらだいたい50件くらいは受付で終わっちゃう可能性がある、うん、ただそれをより少なくできるっていうのが私たちのリスト作成の方法にはなってるので、うん、そこが他社さんにはなかなかない強みかなと思ってるって感じですね、うん、それどうやって取るんですか。それはうちの方でご契約させていただいたデータベースから取っていくっていうところもそうですし、あとは私たちが主婦の方だったりとかを抱えているので、うん、その方たちに手動でこの条件で引っ張ってきてくれっていうのを作業としてお願いするって感じですね。あそこまで取れるもんなんですね。あ、取れます。それは知らなかった。もちろん個人情報は取れないですけど、うん、部署直通番号までは取れるって感じです、ね、普通だとそこまでやらずにその作業をはしょってリスト一定程度の条件をかけてドンって出してコールする人が受付からコールして、そうすると薄いリストに対して過電するコールの件数って超無駄じゃないみたいな話、はい、もしコール単価だった場合でもリストを精査する費用の方が安いんだから、うん、そっち側にリソース割いた方がいいよね、はい、みたいな考えになってます。合ってます。一旦サービス面のところ以上なんですか、うん、気になる点ございますか、料金面以外で。もし動かすってなった場合の話なんですけど、はい、そのディレクターさんとのコミュニケーションってどんくらいの頻度に何するとかってあったりするんですか、はい、ありがとうございます。うちがプレイキックオフとキックオフっていうスタート前に2回お打ち合わせをさせていただいてて、うん、プレイキックオフがまず御社の勉強会みたいなイメージです。実際テレアポをさせていただくってなったら詳細理解と業界理解2つさせていただく必要があって、業界に関してはディレクターがある程度インダストリーで切ってるので理解はあるんですけど、詳細の部分ですね、どういう詰めを持たれているのかみたいな、この整理のインプットのお時間を1時間いただいて、1週間後に私たちがそれをもとに営業リストとトーク内を作っていきますので、最終的なゴーサインをもらうっていうミーティングがキックオフミーティングっていう立ち位置でいただいてますと。その後実際稼働がスタートしたタイミングは基本的にはデイリーウィークリーでチャットのご報告、あとは月に2回の定例ミーティングで所管のご共有させていただいたりとか、あとは施策の変更ですよね、テレアポからフォームにするのか手紙入れるのかみたいなお打ち合わせを月に2回で入れさせていただくという形になってます。さっき10万っておっしゃってたんですけど、それで月に2回とデイリー。そうですね、一応日報制度も取り入れてるので、それはすごいちゃんとしてる感じしますね。そうですね、うん、私たちももともと新規事業立ち上げのタイミングでいろんなコール会社に発注していた時にこれ実際動いてんのみたいなところだったりとか、結構ブラックボックス化しちゃうなみたいなところがあったりするので、そこの報告の頻度の細かさは結構重要してるって感じですね、うん。じゃあ料金のところなんですけど、準備費用と月額2つに分かれてきますと。準備費用って何かかるかというと、先ほど申し上げたプレキックオフとキックオフにかかってくる費用だと思っていただけたらなと思っていて、私たちの方で営業リストとかトークだったりとか準備させていただくっていう形にいただいてますと、うん、こちらが通常20万なんですけども、今日からですね2週間以内ご導入いただく、もしくは私たちの LP にですね会社のロゴをご協力いただくみたいなところをしていただいたら半額の10万円でご提供していますというのが1つです。プランニングとしては10万から200万までのプランがあるっていう形なんですけど、10万から30万
30万のレンジだと10、15、25、30とあるんですけど、ご予算に合わせたプランのご説明していきたいなと思っていて、もしスタートするとなったらどのプランがとかってございますか？10とかだと始めやすいのかなとか勝手に思ってるんですけど、うん、プランが上がるごとにお得なんだったらやぶさかではないって感じです、ね、それで言うとまだそんなお得ではないなのでご予算に合わせてっていう感じではあるんですけどプランのアップは1プランごとだったらアップグレードその契約期間中に可能ですので、うん、トライアルの分かりやすい10万円のプランからご説明させていただくと、10万円でテレアポだけをやるよってなったら300コール、フォーム営業だけやるよってなったら1200件、メールだけやるよってなったら6300件、手紙だったら80件っていう形になります。これは極論テレアポ150件、手紙40件みたいな施策の打ち出し方も可能ですし、うん、テレアポ150件フォーム600件みたいな打ち出し方も可能なので、そこはディレクターと一緒にご相談させていただくという形になってます、うん、ここも本当企業さんだったりとかによるんですけど、平均の目安の商談数みたいなところで言うと5件から10件を見込んでると。御社の人材派遣がどういう条件でやられているのかが分かんないので、うん、一旦仮なんですけど、人材派遣みたいな領域で言うとおそらく3から5件ぐらいになってくるかなと思ってますと、逆に5件を超えてくると何かしら強いフックを作ったりとか、例えばウェビナー誘致とか無料で何々になりますみたいなフックをつけたらそれぐらいの獲得率は取れるんですけど、こういう人材いるから一度お知らせさせてくださいみたいなところで言うと、商談の設定ベースで3件から5件ぐらいは取れる見込みがあるかなと思ってるんですね、うん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 、一応最低契約期間は6ヶ月からという形になります。だいたいうちが1件取れたら粗利で言うと結構いただけるので、はいはい、1件取れたら全然ペイするかなっていうふうには思いました、うん、っていうところですかね。ありがとうございます、うん、実際その定例ミーティングでもアウトバウンドで私たちが上げたアポイントの商談の質みたいなところは、うん、よくフィードバックいただくようにアジェンダに入れておりますので、うん、例えばアポを上げたからいいでしょって成果報酬の会社ってなりやすいんですよ、うん、なんですけどうちの場合は重量課金なので費用対効果が合わないと継続していただけないっていうのは自負してますので、実際商談の質だったりとかそのあたりとかもお話しさせていただきながら結果の受注っていうところまで見させていただけたらなと思っているという形です、うんうん、続かないとあんま意味ないって感じですもんね。そうですね、ここまでは大丈夫そうですかね。はい、今のところ3社目というところで全部聞き終わったかなと思うんですけど、山本社長的にはこのサービスいかがですか？シンプルにテレアポだけの会社さんとか、はい、当然コール単価の方、はい、とあと成果報酬の会社さんっていうのを実は聞いてたんですけど、はい、それとの違い差別化っていうのはすごく分かったかなと思います。ありがとうございます。なので費用対効果っていう意味で言うと月額15万円で1件取れたら全然いけるかなっていう感覚はありますと現状、はい、やっぱり最後に心配になるのは商談がどこまでちゃんと面倒を見てくれるのかなみたいなところでして、はい、そのさっきのトスアップの例えば商談の質が悪かった時にどういうふうな対策が練られるんですか、はい、通常。ありがとうございます。それで言うとまず商談の質が悪いものをトスアップしないっていうのは一番最初に対策してまして、うん、商談質って何で変わるかというとまず事前のヒアリングなんですよね、うん、なのでとりあえず話聞いてください、じゃあ丸山店お願いします、ありがとうございましたで切ったらふわっとした商談の取り方になるんですけど、うんうん、例えば5点ほどヒアリング項目を用意してしっかりそれを回答してもらえるかどうかっていうところが一つで、それに対して私たちがアポ評価みたいなところをつけてまして、実際どれくらい興味を持ってもらっているのかっていうのを ABC でランク付けしてますと、極論 C ランクのものはもう一旦営業のリソースが圧迫しているから資料総区だけで留めておいていいよって言っていただけるお客さんもいるので、まあ、そこはきちんと私たちも商談質をこれは A の商談なのでお願いします、 B の商談でお願いしますっていうのは日頃コミュニケーションを取らせていただいているというのが一つと、二つ目は録音を聞いていただいたら結構わかるという、実際の担当の方のコミュニケーションを聞いた上で商談に臨んでいただくので、そこの商談質が一定品質担保ができる。あとはこれちょっと御社にお願いしたいことなんですけど、アポイントを取れて当日例えば日程調整で自動的にリンクを送られていくっていう、インバウンドのリードに対して日程調整ツールで自動送信でそのリンクが送られてきて、うん、当日参加するっていうのは今の文化的に主流になってきてると思うんですけど、うん、アウトバウンドの場合は当日よろしくお願いしますって挨拶メールをそのアポ取れた当日もしくは翌日に送ってほしいんですよ。そうすることでアポの離脱率だったりとか、あとは商談の前にこれだけは聞いておきたいですっていう先方とのコミュニケーションが取れるので、それを行うことによって商談の質を担保してるっていう意味です、うんうん、理解できました。今めっちゃ積極的なんですけど、最後に弱点みたいなのじゃないんですか、はい、弱みみたいなところで言うと明確に2つあってですね、1つ目がまず御社の方で先ほどとインターンだったりとか業務委託のメンバーの方で回されてるって話だったじゃないですか、その方と私たちの行動に対する費用っていうことを考えたら私たちの方が割高であるというところなので、もし御社の方が今後もインターンの採用媒体が見つかってそっちでテレアポ進めていくって場合は私たちよりもそちらを使っていただいた方が費用は下がります。ただうちの場合戦略設計ができたりとかいろんな施策回せますので、6ヶ月うち使っていただいてある程度手紙ならこれ、フォームならこれ、電話ならこれで、手紙と電話ならこれみたいな形で型を作らせていただいて、そっから人的リソースを使っていくみたいな使い方をされる企業さんが結構多かったりはするんで、うん、それはうまく私たちとしてもご提供できる範囲はあるかなと思って、うん、っていうのが一つ。いわゆる6ヶ月だったら人によっては内製化っていう道を進むのもありなんじゃないかみたいな、ね、はい、おっしゃるとおりです。で2つ目がですね、一応10万円
円から35万円のプラン、通常の刈取君の場合は、うん、どうしてもやっぱり私たちアポ獲得と定例2回のミーティングの商談の質を上げていくっていうところまでしかやっぱ入れないっていうところが弱みかなと思ってまして、うん、極論なんですけど費用対効果合う中で勝手に取ってくれたら一番おっしゃったら楽だと思うんですよ、うん、商談して受注して、まあそうですね、はい、っていうところが今現状のご予算感だと私たちが拾いきれないっていうのがやっぱりここは弊社の人的リソースのところの甘いところかなと思ってます。一応50から200のご用意してるんですけど、そこにできる施策として商談対応っていうところができますので、例えばテレアポ1000件やって生まれた商談を私たちの方で巻き取ってクロージングさせていただくっていう、まあ、一気通貫プランもありますので、そういうプランでも全然できるんですけど、今のご予算感だとそれができないっていうところがまだ御社の今のご要望に応えられないポイントかなと思ってるって感じです。じゃあうちの商談がポンコツだったら、はい、ご指摘いただいてご提案いただければって感じですかね。そうですね。なので、まあ、成功イメージで言うと最初は10万15万のプランからご利用いただいて、まずこうキャッシュを作っていく、うん、まずそこでキャッシュを作っていただいて、借り取る君プラスの50万以上の方にご予算いただけたら、あとは営業を全部外注で自動化できるっていうところが強みかなと思ってるって感じです。それで言うとアウトバウンドで獲得した商談をうちが慣れてるかっていうと、うん、そうじゃないっていうふうに自分たちで思ってるので、はい、そこに対して同席を月何回とかしてくれるみたいなプランがあったら嬉しいなとかちょっと聞いてて思いました、ね、ありがとうございます。一応それもご用意してましておっしゃる通りなんですよね。インバウンドとか紹介だけのお客様で回してる企業さんが多いんですよ。で一旦トライアルからアウトバウンドを試してみたい、それを紹介経由の商談と同じにやったらですね、うん、もう受注率が大体アウトバウンドって 10% から 20% ですけど、うんうんうん、5% くらいまで下がるわけですよ、うん、そこをアウトバウンド経由のセールスこうやってくださいねっていう商談の同席みたいなところは1回5万円からご用意してますので、大体3回セットぐらいでお申し込みいただくんですけど、そういう形でも一応プランとしてご用意してます。そしたら一旦15万円のところでお願いしようかなと思います。ありがとうございます、はい、というわけでお疲れ様です。先に言っとくと、僕が追加でアレンジの質問をしてるの大体分かったと思うんですけど、うん、あれ結構ガチでやってる。ちなみに定例のミーティングをしてて、はい、こういう商品とか作っといたらいいよねっていうアドバイスをするんですけど、それが実際に実装されてるのかどうかは知らなかったんで、うん、早いなと思ってちょっとそれに情緒として感じた、はい、早くて素晴らしいと思います。視聴者様向けにはこんな感じで商談してますっていう話なんですけど、はい、私からですねちょっと気になった点で言うと、全体的にさすがに構成というか、うん、資料作りとかもそんなに文句言うところはなかったかなって思う一方で、はい、ちょっと専門用語そういうの分かるんかなっていうのは一部思いました。 CPA とか確か使ってたと思うんで、うんうん、オンボーディングとかですね、カタカナ多めやなって思って、はい、生意気な感じがそれ直した方がいいんじゃないですか、はい、人材派遣の方とか、うん、業界の方によって本当分かんない方いらっしゃいますからね、うん、広告から持ってきた言葉っていう感じあるんじゃないですか。ちょっとそれは気になったのと、あともう一つでそれと相まって若干早いからついてこれんのかなっていう、うんうん、ちょっと思ったんですけど、どうですか。いやそれはおっしゃる通りだと思います。お客さんっていうか商談同席したインターン生とかに言われますよ。それは意図的にやってる。結論意図的です。合わせることも全然できるんですけど、うんうん、僕が営業受ける立場からしたらのろくやってるの嫌なんで、だから最初に今日聞きたくない話ありますかって聞いたと思うんですけど、うんうん、会社の説明とかされる聞いてるときイラついちゃうんで、そこをやった結果早くなるっていう感じですね。許容要素の分かんなかったけど、めっちゃ大事なところはもうちょい抑揚つけても、うんうんね、風格がもっと出るような気がしましたけどね、はい、ここめっちゃ大事なんですけどみたいな感じで、うん、ちょっとまあ作るとか苦手な人はちょっと苦手に思っちゃうケースあるんじゃないかなと若干思ったんで、例えば女性の方とかね、ただの感想フィードバックですというわけで、もうこれは本当にありのままの借り取る君のプランだったりとかサービス内容っていうところを説明していただいて、だいぶ理解できたんじゃないかなと思うので、これを聞いてさらに興味持ったとか、うちの場合だとどういうプランニングになるんだろうというふうに具体に興味持っていただいた方っていうのは、ぜひ概要欄の方に借り取る君の LP 貼っておきますので、そちらからお問い合わせいただければなと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。